サッカー統合代表は、統合サッカー連盟により構成される、統合のサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは、首都のロメにあるスタッド・ド・ケゲ。2006フィ f ファワールドカップ予選では、前回の日韓大会で旋風を巻き起こしたセネガルを、抑えて、ワールドカップ初出場を決めた。しかし、アフリカネーションズカップでは、グループリーグで敗退。 ワールドカップ本大会でも参戦全敗となり、グループリーグ敗退に終わった。その後は3大会連続アフリカ予選でいずれも敗退するなど低迷が続いている。2010年1月8日、アフリカネーションズカップ2010に参加するため、開催地のアンゴラに入った統合代表のバスが武装勢力に襲撃された。これにより、チーム関係者ら十人が死傷した。事件後、 カビンダの分離独立を目指すカビンダ解放戦線が犯行声明を出した。統合代表の選手は大会に出場する意思を示していたが、統合政府が帰国を指示し大会を欠場することになった。これに対し、アフリカサッカー連盟は、この行為が FIFA が禁じる政治介入に当たるとして、統合代表にアフリカネーションズカップに大会を出場停止とする処分を下したが、 後に解除した。2010年9月7日、バーレーンで行われたバーレーン代表との国際親善試合は0から3で敗れたが、選手の動きが異様に悪いなど不審な点が見られたことから調査が行われ、結果、選手は全員替え玉だったことが明らかになった。監督も正規のティエリー・フロジェではなく、以前代表監督であったバナチャニレが指揮を取っていた。 これを重く見た、東後サッカー連盟は、チャニレに3年間のサッカー行事参加禁止の処分を下した。なお、正規の代表チームはこの日、ボツワナで行われた、親善試合からバスで帰国の途中だった。ありがとうございます。